次、はい、じゃあ私もチェックチェック行きましょう。とりあえずまあいつも分かっいつもあんまりいつも分かってないいつも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 ね全然打ち合わせなしで行くんですほぼ結局何5分ぐらい流れるんですか。その日によって違います。まあまあ番組はなくてコーナーな飲みながらコーナーちょっと色はね色はねビール色だけどノンアルコールで、今飲み会やってるんですよ。飲み会中なんですか今。飲み会にまだ今からかわいそう。さっさと取っていきじゃあ行ってください。さっさとって羨ましいですね。そうなんですよ。そうですか。はい、お願いします。お願いします。まず2人で話します。で呼び込むんで、はい、呼び込みますので、ね、サマーセールをやってる で、 あでそうなんですか。商品内容はまた店に来いという感じ で、はい、でその他のイベントはもう全くなしで、まあ、ないよ。これ音楽館、うん、これ力入ってますんで。私これもあんまりよく分かってないんですけど、で音楽館アルペジオ楽器の終わったもん。何が去年はもうお、終わった後で触れたんでしたっけ。どうでしたっけ。あ、去年のは、別のイベント。今回今年から別の人か、うん、今年からあのアルペの音楽館っていうイベントを立ち上げて、まあ適宜適宜その何て言うかイベントを開催していく感じ、うん、で今回は2回目で総人さんのビアライブこれを、はい、で内容は塩見さんに了解。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はははアルペジオ楽器がお送りしているアルペの音楽的生活。毎月第2金曜日のこの時間は高知市駅前町にありますアルペジオ楽器のイベント情報、楽器情報、アルペジオ楽器が行っているレッスンのお知らせなど、あなたのミュージックライフをサポートする内容でお送りしています。今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今月は何をしましょうか。おしゃべり担当の橋本さんですが、いいねって渡部篤郎最近これ流行ってるんですよ。好きです。いつも悪いね、見てもらったら分かるでしょ、似てるんですよね。ね、声もそうなんですが、顔真似がいいんですよ。こう、まぶたをバタバタとやる、もうなんていうんですか、切羽詰まってる渡部篤郎のあの表情が、顔は似てないんですが目だけピンポイントに似てる。雰囲気、ありがとうございます。夏も暑いですけど、夏バテしてないですね。夏バテしてないです。佐川急便の田所さん聞いてますか。いつもね、暑い中運んでくれはるんですよ、楽器を。楽器を、荷物を届けたり、うん、もう聞いてますよと応援のメッセージいただきましたので、一ファンが出てきたということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そんなね、盛り上がっているアルペジオ楽器なんですけども、はい、この夏お得な情報があるようですね。はい、またまたサマーセールやってます。内容はですね、店に来いと、また店に来てくださいと、僕に会いに、みんなに会いに来ていただければね、安くなければ安くしろと、うん、交渉してください。ぜひぜひ。本当にアバウトですね、いつもいつも。もう内容を隠すのがいいんですよ、うん、やっぱりそうですよね、隠れているところ人間見たくなりますからね。そうそう、ドキドキしますからね、何やってんやろうってね。じゃあアルペジオ楽器に行って皆さんドキドキしてみてください。そうですね、はい、なるほどね、はい、はい、ということで、はい、今月はですね、とっても素敵なゲストの方、今日はですねスタジオにお迎えしております。はい、さあ何やらね、高松でのライブテイクの模様も流れてきましたが、はい、ご紹介ください。高知のおじさん2人で頑張っておられる総人の塩見さんです。イエイ、イエイ、こんにちは。こんにちは、ジンです。よろしくお願いします。あ、そうかそうか、総人さんはアルファベットで SOU-GIN で総人、2人でやっていて、今日はジンさんの方にお越しいただいたんですね。そうです。もう一方はソウさん。そうですじゃなくてジンです。そう、ソウジンです。それ、ね、そのネタずっと使ってるでしょ。いや初めて使いました、本当に。マジで今言いながらどうしようかなと思って、そうですって言っとかないかんけど、ジンです、ジンやしなっていう。本当にソウさんとジンなんですか。ジンさん、片田ソウジのソウ、塩見ジンのジン。かっこいいですね。単純ですね。安直な名前の付け方ですけどね。でもそれが転がってね、総人っていう一つのネームになるとかっこいいですね。うん、
そのユニット総人なんですが、はい、だいたい結成はどれぐらい前だったんですか？実は、2008年ですね。2008年、2年前。2人とも、まだ新しい。そうですね。2人とも実はでも、小学校3年からの付き合いでして、小学校、中学校、高校とずっと同じ学校ね。偶然にも一緒で。で、ギター